こんにちは。熊本のバスを撮ろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、立ち岡池上流に来ました。前回来た時と比べると、だいぶ浮き込みが多くてちょっと水が悪そうなんですけれども、今日は朝一だけやれるのでここ順で的にやろうと思います。じゃあ早速釣りしていこうと思います。最後まで動画をお楽しみください。じゃあ最初はここから入ってみたいと思います。よし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 、来た来た来た。はい、ゲット。当たりが出なかったんで分かんなかったんですけれども、落としたら食いましたね。いけ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 。よいしょ。ほい。30半ばぐらいですかね。いい。よし。じゃあ、ありがとうね。またねー。よし、なんとか一本釣れましたね。やった。うわ、当たったのに。ドリフトクラブミニのノーシンカーですね。
脳震盪には食わんすね。食わんな。天才ですね。うん、食わん。あれは天才。さあ、再びこのエリアですね。また来た。え、同じ魚？はい、ゲット。まあ30弱ぐらいですね。ビローラの 1.4 グラムのミドストです。これですね。やった。じゃあね、またね。1匹目は3インチの山線香の脳進化のフォールで食って、次は、ビローラのミドスで食いましたね。しかも同じポイント、同じ魚なんですかね、もしかしたら。よし、じゃあ時間も来たんで、今日は、ここで釣り終了したいと思います。はい、ということで、もうちょっと釣りしたかったんですけれども、時間が来ちゃったんで、これにて釣りを終了したいと思います。今日はなんとか2本釣れたんですけれども、途中反応があったあの2本取れてればもっと数伸ばせたんですけれども、まあ、残念ながら力及ばずというところで、まあ、2本釣れたんで良かったかなと思います。また時間を見つけたらですね、短時間でも釣りに出かけて1本でも多くバスを釣っていけたらなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。